入飲料とは、生乳や乳製品を主原料とし、カルシウムやビタミンなどを加えて、特定の栄養素を強化したり、果汁やコーヒーなどを加えたりして、消費者の嗜好に合わせて加工されたもの。食品衛生法に基づく、お及び乳製品の成分規格等に関する省令、及び厚生取引委員会の認定する業界団体である、 全国飲用牛乳構成取引協議会が定める飲用乳の表示に関する構成競争規約で規定されている。原材料に乳製品以外のものが使われていることが加工乳と異なる飲用乳の表示に関する構成競争規約によって以下のように規定されている。この規約で乳飲料とは父等省令第2条第40項に規定する乳飲料であって、 重量100分率で乳固形分3.0%以上の成分を含有するものを言う。ここで乳固形分とは、無視乳固形分と乳脂肪分との合計である。上記引用中の父等症例は、父及び乳製品の成分規格等に関する症例であり、第2条第4熟項において、以下のように消去法的に定義されている。この症例において、乳飲料とは、生乳、 牛乳もしくは特別牛乳またはこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であって第2項から第11項まで及び第13項から全項までに掲げるもの以外のものを言う。かつては乳飲料や加工乳でも一定以上の成分を満たしていれば商品名に牛乳と命名することが可能であったが2000年の雪印集団食中毒事件の発生を受け 2001年に厚生競争規約が改正され、2003年以後は牛乳と表記してはいけないことになった。オーレやミルク、ラテなどとは表記できる。入院料には白物入院料と色物入院料とがあり、カルシウムビタミン、鉄、繊維等を加え白が貴重なもので牛乳に色々な成分を混ぜ強化した白物とコーヒー、ココア、 果汁等を加え、白以外が貴重なもので消費者の嗜好に合わせて加工した色物とに大別される。容器は主に紙パックや牛乳瓶であるが一部缶が使用されている。色物入飲料は、いわゆるコーヒー牛乳、フルーツ牛乳、いちご牛乳、マンゴー牛乳など、またコーヒー利用のものを分別し、コーヒー系入飲料とする場合や、 チルドカップに入っている場合、カップ入飲料ということがある。ご当地商品としては、栃木県内で流通している、いわゆるレモン牛乳が有名。日本ではあまり目にしないが、韓国にはバナナ牛乳、台湾にはパパイヤ牛乳という人気商品がある。乳製品には、食品表示法に基づき、製造者名及びその所在地の表示が義務。 付けられているため、製造所固有記号等によって製造者名を省略表記してはいけない。ありがとうございます。